どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA アップグレードポイントについてね、解説やっていきたいと思います。 ANA のアップグレードポイントってどうやって使うとかですね、どうやって獲得するかとかですね、どうやって使うのがお得かっていうのをね、解説ねやっていきたいと思います。ありがたいことにですね、先日の YouTube 生放送ですね、解説リクエストいただきましたので、解説ねやっていきたいと思います。まずですね、 ANA にはですね、マイルの他にスカイコイン、プレミアムポイント、アップグレードポイントっていうのがありまして、 ANA マイルに関してはですね、特典航空券やその他ね ANA のサービスに利用できるっていった形で、 ANA スカイコインはですね、有償の航空券の発券とかですね、その他 ANA のサービスに利用することができます。プレミアムポイントに関してはですね、一定数を獲得すると ANA の、ね、上級会員になれるっていった感じになっておりまして、もう一つあるのがこちらのアップグレードポイントっていうのですね。まずね、 ANA アップグレードポイントの獲得方法からなんですけども、アップグレードポイントに関しては一般会員の方にね付与されるっていったものではなくてですね、ANA のステータスメンバー向けにね付与されるっていったものになっておりまして、 ANA ステータスメンバーである SFC、 ブロンズ、プラチナ、ダイヤモンドっていったね会員の方に付与されるっていったものになっております。もらえるアップグレードポイントに関してはですね、前年の ANA グループに乗ったプレミアムポイントに応じてね付与されるっていったものになっております。ちょっとね画像を出しておきますけども、仮にね SFC 使用された場合は5万プレミアムポイントね獲得することというふうになりますので、この表でいくと4万から約8万プレミアムポイントのねところになりますので、20ポイントはね付与されるっていうふうになるわけなんですけども、先ほども言った通りね、 ANA の搭乗に応じたプレミアムポイントに応じてね、こちらのアップグレードポイントは付与されるっていうふうになりますんで、スターエアラインズ加盟のね航空会社を利用した場合はですね、こちら ANA のね便ではなくなるので、こちらにね獲得したプレミアムポイントに関してはこちらの計算にね入ってこないっていった感じになるわけなんですよね。まあ、私の動画で解説させていただいている2週で簡単、2回で簡単 SFC 修行ルートっていうのがねあるんですけども、そちらはクアラルンプール発見の東京乗り継ぎのニューヨーク往復なんですけども、そちらのルートだとですね、全て ANA でね組むこともできますんで、もしねそのルートを全て ANA で取った場合は20ポイントがね付与されるっていった形になります。もしですねその間で途中でユナイテッド航空とかをね利用した場合は、こちらね ANA の便ではなくなりますので、そちらだとプレミアムポイントの計算が少しね下がりますんで、付与されるアップグレードポイントも下がるっていった形になります。また SFC などのステータスを保有している状態でですね、1年間で1回 ANA ですね優勝でフライトに乗るとですね、毎年4ポイントがねもらえるっていった感じになります。もちろんね優勝のフライトでこちらもらえるっていう風になりますんで、もしね利用してない場合はもらうことができません。またねこちらの特典はステータスを保有している本会員の方のみっていう風になっておりますんで、家族カードの方はねこちらの特典はもらえません。次にね利用方法についてなんですけども、アップグレードポイントのね利用方法は大きく3つねあります。 ANA ラウンジの利用、座席のアップグレードと ANA のスカイコインへの交換っていった感じになっております。この3つがね利用方法っていう風になっているんですけども、まずね ANA ラウンジについてですね、まず ANA ラウンジね利用できるのは国内線のみっていう風になっておりまして、国際線ではですね利用することができません。SFC なので、ね、ステータスを保有している方はですね、同伴1名までね無料で ANA ラウンジね利用することができるんですけども、仮にですね私が友人2人と ANA ラウンジを利用したいっていう場合は、1人はですね同伴1名っていうことで利用することができるわけなんですけども、もう1人の方はね利用することができないですよね。そういう時にアップグレードポイントね2ポイントでもう一人の友人も ANA ラウンジにね入れることができるっていった使い方ができます。こちらに関してはですね、ステータス別で詳しい条件っていうのが ANA の公式サイトにね書いてありますんで、こちらの動画の概要欄に、載せておきますので、そちらね詳しく見たいって方はねご覧になっていただければなというふうに思います。次にね座席のアップグレードですね、
国内線国際線ともにね座席のアップグレードでこのアップグレードポイントはね利用できるっていった感じになるわけなんですけども、ちょっとね注意点もありますんで、こちらもねよく確認してから利用するようにしてください。まずね国内線なんですけども、普通席からプレミアムクラスにですねアップグレードすることができます。こちらは路線とか航空券に関わらずですね一律4ポイントでね利用することができるっていった感じになっておりまして、航空券に関わらずということですんで、こちらは特典航空券で発券した場合でもですね一律4ポイントでプレミアムクラスにねアップグレードすることができます。また利用できるのは搭乗の2日前空席がある場合のみっていう風になっておりまして、マイルの利用とね同じように2親等以内までね利用することができますので、ご家族の方にもですねこちら利用することができます。国内線の普通席からプレミアムクラスへのねアップグレードに関してはですね一律4ポイントでね利用できるっていうことになっておりますんで、こちらね長距離路線であればあるほどお得になるっていった感じになります。またですねこの普通席からプレミアムクラスっていうのは差額がね1万円を超えるようなこともね結構ありますんで、アップグレードポイントをね有効活用としてはですねこちらの国内線の座席のアップグレードっていうのはかなりおすすめっていった感じになります。次にね国際線に関してなんですけども、国際線に関してはクラスと運賃によってはですね利用できるできないがね決まっております。ちょっとね画像を出しておきますけども、まずね必要アップグレードポイントっていうのは路線によってね変わってくるっていった感じになっておりまして、国内線とのね変更点としてはアップグレード対象運賃のみね利用できるっていった感じになっておりまして、アップグレードできるね座席の枠にも限りがあるっていった感じになります。一番厄介って言ってはね何なんですけども、国際線でアップグレードポイントをね利用するっていうのはねかなり限られるっていった感じになっておりまして、アップグレード対象運賃でないとですねアップグレードはねできないっていった点なんですよね。ということですんで、普通の一番安いねエコノミークラスを取った場合このアップグレードはですねできないんですよね。ですのでアップグレード対象運賃で航空券をね取らなくてはいけませんので、このアップグレード対象運賃っていうのは最安値のですね航空券に比べるとかなり値段が高いっていった設定になっておりますので、アップグレードポイントをね消化するためだけにですねアップグレード対象運賃でですね航空券を購入するっていうのは差額がかなりね離れておりますので本末転倒にねなりかねないっていった感じなんですよね。それを考慮するとですねおすすめできるっていう人はかなり限られるっていった感じになっておりまして、出張とかでアップグレード対象運賃のエコノミークラスを利用できる方、もしくはプラチナ防衛とかですねダイヤモンド修行をされている方っていう感じで、私もですね昨年ダイヤモンド修行で東京ニューヨーク路線でアップグレードポイントを使ってエコノミークラスからねビジネスクラスねアップグレードしたんですけども、プレミアムポイントをね獲得する観点からですねアップグレード対象運賃でねチケット購入する必要がありますんで、まあそこでね利用したわけなんですけども、そういった結構限られた人じゃないとですねこのアップグレードポイントを使った国際線のアップグレードっていうのはなかなか利用しづらいかなっていった感じになるわけなんですよね。ですけども、もしね国際線のエコノミークラスからビジネスクラスみたいな感じでねアップグレードポイントをね利用してアップグレードできたならですね、現金決済だとビジネスクラスっていうのはかなり高いので利用できる人はかなり少ないんですけども、アップグレードポイントのね1ポイントの価値としては一番高くね利用できるっていった方法になります。次にですね ANA のスカイコインへの交換ですね。アップグレードポイントは1ポイントに対して1000スカイコインにね交換することができます。ですのでアップグレードポイントはね1ポイントだいたい1000円ぐらいのね価値があるっていった形になります。ANA スカイコインに交換すればですね ANA の航空券の支払いなどに利用することができるっていった形になります。いかがだったでしょうか。今回ですねアップグレードポイントについてね解説させていただきましたけども、アップグレードポイントに関してはですね利用できる方は国際線のねアップグレードに使うのがね一番お得な使い方っていう風になるんですけども、やはりね利用できる人はかなり限られるっていった形になりますんで、一般的にはですねスカイコインの交換もしくはですね国内線のアップグレードでね利用するのはね
おすすめっていった形になります。またアップグレードポイントに関してはですね、有効期限が1年間っていう風になりますんで、もしね有効期限をね迎えそうになったらですね、スカイコインに交換していただいて、そちらね利用していただくのがねおすすめっていった形になります。またねスカイコインに交換するとですね、1年間有効期限が伸びるっていった形にもなりますので、すぐね交換するのではなくて、有効期限がね迫ってきたら ANA スカイコインにね交換するのがおすすめっていった形になっております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルでですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボン、ホテルのことがね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。